難しいな、雪行くのが。こっちから行くか。13万、14万、砂漠が14万ぐらいだったね。 15? どこが一番強いんだろうな。無理やり登れてはいるんだよね、今。落ちすぎじゃね？よし、ここまで。あそこ気になるよね。これ本来もこうやって登るんかな。どうやってスタミナ途中で回復すんの？落ちるの待ち？あったあったあった。こんなの来れるわけないじゃん。どうやって来るんだよこれ。こんなとこなの？どうやって来るんだよここまで。遺伝子研究部隊の塔。来た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 。細っ。あれが、あれ、あの塔なんだ？
愛護団体か。はあ、はあははあ。これも飛んじゃってさ、解放しちゃっても割と。一回拝むか。遺伝子研究部隊。おい、ついに浮いてるやん。なんだこいつ。あれ、こいつ見たぞ。さあ、HP はいくつ ?20 万。うわー、これは分かった。よーし。なるほど。なるほど。やべえ、全部の塔、手も足も出ない。どうしよう。13万、14万。だ、13万が、火山が最初っぽいな。HP 的に。じゃあ金領区の方に行ってみましょうかね。なるほど。これでほぼほぼでも一応解放はしたかな。なるほど。お、今んとこ全く勝てる気がしないんだが。これからこっち側は全く、もう早い早い降りるのが。この辺全然触ってないよまだ。でもいるモンスターやっぱ少ないからある程度限られてくるね。もう大体一緒だね。属性違いが、うわー、登りて、ちょっと待ってくれ。卵か、今あったの。なんだよ。もう一箇所ぐらいファストトラベルありそうなんだけどな。あったわ。青パオ。まあほぼほぼ。あ、行動。忘れられた行動。ん？え？あ、これか。これがこいつかな？ワンチャン倒せるんじゃねえか。強いなこいつ。
あ、いけるなこれ。俺のショットガンが弱え。あ、うちで痛い。強いぞ。あ、途中で、おい、ふざけんなよ。あ、ちょっと待って、はい。4パー通せ。5個で通せ。3パー通せ。よーし。冷淡な性格で感情表現得意ではない。一人ぼっちの答えはメルパカに対して不器用すぎた。なんだ、ピュアクォーツか。するけどな、どうなんだろう。40いくつだったこれ。46、もう46全然いけるんだな。強くなったよ本当に。え、46いけるんだったら火山のこいつもいけるはず。てか、あとこいつ、こいつなんて絶対いけるじゃん。あいつ闇だったか。闇ってなんだっけな。もうこれもう覚えるの大変だ俺、覚えられない。闇はドラゴンか。ドラゴン、あ、ドラゴンの巨大卵、俺今あれしてるぞ。この辺はでももう特に何かある感じではないけど、なんかある。グレイシャル、あれか？ 13,000。 ちょっと挑んでみる。ちょっと頼むわ。やばそうだったら帰ろう。
あー無理かも、帰るよ。やばい。あ、手記ある、手記後でもらおうか。危ない。あ、これはまだ無理だね。さすが。あ、手記じゃねえ、卵じゃん。まあ。ちょ、行ってみるか。この世界の氷は光るんだな。特にか。こっち開けたところでよな、多分。強化難しいな。何を連戦する、何をどうすればいいんだろう。まあ配合と濃縮はまあとりあえずは分かったとして、なんか受け継ぎ方とかも分かったし、なんとなく。問題はレベル上げよね。筋力まで行ってみる。ダンジョンかな、違うな。ファストトラベルはもうないかな、この感じだと。ここを調子乗っていくと、またこの目見て落ちちゃうから。え、よいしょ。崩壊してる。なんかあるかな。あの先まだなんかあるかな。じゃあ、あれダンジョンでしょ。てかもうほぼ全部見たんじゃねえ俺。モンスター、モンスターってかパル。ほら、ここだけじゃん。あれ、伝説だな、こいつ。あ、伝説っぽいわ、めっちゃ。もう、伝説じゃん。あ、もう、ほぼほぼ。あー、見てんなー。もう、こういった見てるなぁ、結構。でもなんか大型のアップデートでさ、例えばさ、モンスター、そのパルが追加されるってなる前に、やっぱ、一旦塔は全部クリアしておきたいよなぁ。
一旦あシュキ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 これ気になるからビクター・ハッシュフォード、ちょっと待って誰だ、あここだ、あちょっと待って、バカ今見てるでしょ手記を、あーっとこれは言っちゃダメだけど行きてえな、パル濃縮および同種への投与について実験結果成功、ある種のパルをまとめて液体に溶かし、溶かし減圧により濃縮を行った、その後濃縮した体液を同種のパルへ投与した、期待通り投与されたパルの能力向上の結果を得た、所管強力なパルを生み出すという目的への別アプローチとして始めた本実験だが意外にも結果は上々であった、ある種のパルに対して必要な栄養素を最も含んでいるのはそれと同種のパルであるという理論が正しく、それに従って能力の向上がなされたと思われる。ただし想定していた数値を超えて能力の向上が見られたことには少し疑問が残る。ん？そんなことあんの？単純な栄養素の問題ではなく、パルが必要とする特別なエネルギーの源をパル自身が持ち合わせているだろうか、引き続き、あ、だからこれパッシブってことだよね。パッシブだよね。あれ、取る？取るか。これひどいよ。こんなとこに置いちゃったらさ。なんとなくだけどアップデートで追加、そんな遠くはない予感はある。あーマジ、え、じゃあ俺も早めにクリアしたいよ。ちゃんと道ができてる。ダメじゃん。とりあえずクリア目指したいよな。あの上に何かあるな。これ途中で休めるかな。もしくはもう飛んでそのまま行けちゃう的な卵かな、あるのは卵っぽいね。あの大穴なんだ、穴とかあった、ちょっと筋力まで行ってみるか。はい、ちょっとサトル作って筋力いってみよう。違うよ。ここの筋力でしょ。1あれ第4まであるって言わなかったっけ、違ったっけ。まあいっか。いやでもエルデンリングは最高だよな。いや、そんなことはない。
どれだ。あいつのサドル、これ、あ、取ってんじゃん。あれ取ってんじゃん。アイコンじゃわかんねえんだけど、あれどこ。あ、これか、布ね。はい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 。よし、今日はエルデンリング行こう。さあ、エルデンリングで何を見るか。さあ行くべ。そうなると飛べるやつは一旦欲しいでしょ。こいつだな。お前19だったの？じゃあ行ってみるべ。遠いなー。しかし、修理とか何にもしてねえけど。いやー、一回修理するべきでしょこれ。あれがないんじゃないかな。はい、あるじゃん。布、上質な布はいらないけど、今とりあえずこれだけ作っとこうか。さあ、ちょっとエルデン行って見てみようかね、覗いてみようかね。そしたら終わろうかな今日。ずっと気になってたしな、あのツリーは。見ないとダメでしょ。さあ、筋力いくべ。
なんかお前沈んでね、大丈夫か、もっと浮いて浮くもんじゃないのこれ。キモい音が。で、ここにはファストトラベルがないんだよね。ないからちょっと辛いよな。あー、これあれだな、離れだな。え、いけない、おいふざけんなよ、これいけないの。おいふざけ、おい、いける感めちゃくちゃ出してたやんけお前。いけないのこれ。じゃあマップそこまで作るなよ。次、これ次なの。おい、楽しみにしてたって。今何がいるか。おい、いけないのかよ。今後に期待なのこれ。マジ？ちょっと待って。いけないの？話が違う。今までいけたじゃん。まあ、そんなに離れてないけどさ。筋力見っけ。腹減ってんじゃないよ。違う違う、クリックしちゃダメ。じゃ遠いけど、こっちからファストトラベルしよう。ドラゴンキャノン、あー紫。いやちょっとショックだな。もうちょっといけると思ってたな。そうね、アリーだもんね。
でもあんだけ見えてたらさ、いけるかなって思っちゃうじゃん。行きたいじゃん。お前音気持ち悪いってちょっと浮いてよ。いや、まさか浮かない、あれがいけないとはな。これジャンプ？こいつジャンプ？これしょぼいな、こいつ。あ、もう着くぞ。よし、これ崖の上だけども、あ、もう飛べばいいか。もうこの辺から飛んじゃうか。こうなると浮くやつも結構重要だよね。暗い。あー、ついた。同じ高度で飛ぶ分にはそんなにスタミナ減らないのか。やめてもらっていいですか。こっちかな。あれか。倒壊したビルだと思ったけど全然違うんだな、これ。こんだけ売り上げて、売り上げ跳ねて、もう作った社員、いや固定給でしょさすがに。やっぱりそこはやっぱ会社員のしょうがないところなんじゃないか。やっぱりしょうがあるかな。会社としてはどうなんだろう。あ、第二金領区。あとどこに、第三までか。ついそう思っちゃうな。会社員は一緒じゃねえのってやっぱちょっと思っちゃうな。ちょっと静かに行くべ。しょうがない気もするんだけどな。あ、あいつだ。あと誰がいる。ああ、トロピティ、はいはいはい。あ、お前ここにいるのか。ちょっと欲しいぞお前。待ってくれ。リリー・エヴァハート、あれ、あら、お疲れ様。
周りに合わない、まあ、そうだろうね。なんかなんだろう、勤めてるとそういう風な感じはちょっと俺もするな。なんかもうどんだけ頑張っても変わらないと思ってはいるな。お前ふざけんなバカ。あ、ランク？マジ？ランクやってみるの？ちょっと楽しそう。俺が何したんだよ。来んなよ。よし、襲ってこいよ。全員やってやる。ほら、来いよ。俺はこれ見とくから。あ、リリームハート揃った。島の外れにはあるパルたちが住む小島があります。そのパルたちは不思議なことに本島の方には住んでおりません。特殊な環境下でしか成長できないのか、あるいは本島に天敵がいるのか、あるいは単純に海を渡れないのか理由は分かりませんが、とにかく保護すべき対象であることには間違いありません。もし密漁団たちがあの小島にアジトを立てて彼らを乱獲したらと考えると気が気でないのです。小島を訪れるたび数は減っており、このままでは彼らを絶滅しちゃうかもしれません、してしまうかもしれません。私たちで保護できればよいのですが、今はこの森を守るのは精一杯です。何これ。ではありますが、パルパゴスと自警団の方々に協力を依頼し保護していただくことにしました。あいつらのせいだよ、邪魔だよ。これからは小島を禁漁区域としまして、侵入した人間は問答無用で殺すようにいたします。お前ほんとマジで壊れてんな。その分彼らにお金をお渡しする必要がありますが、パルを守るために仕方ありません。私の部下たちはどこから金貨を稼いできてる、あ、どこからか金貨を稼いできてるようなので、それを当てることにしましょう。密漁団たちから奪うだけであんなに大金稼ぐことができるとは思えないですが、本当に何やってるんだ。だってあお前だからね、愛護団体はパル買ってるから、その前にこいつも気づいてねえんだな、バカだなこいつ、バカだな。部下たちはね、パルをね、しばいて金にしてんだよ。分かってないわ。お前空腹は分かったけど、そんなとこにじゃ一生食えないぞ飯は。